こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの春の新作のあるトップスがめちゃくちゃ良かったので、皆さんに全力で解説をしたいなと思っています。まあ、僕自身も実感があるんですが、最近ですね、ユニクロの商品を紹介する比率がですね、ちょっと増えてるんですね。これはなぜかというと、結構今時期ですね、ユニクロの新作が大量にリリースされてるからなんですね。まあ、実際の春よりも今は寒いわけなんですが、まあ、このあたりちょっとタイムラグがあるんですが、 今まさにですね、春物を買うにはすごくいい時期かなと思うので、皆さんに全力で解説をしたいなと思っています。まあ、早速ですね、ご紹介したいなと思うんですが、 こちらのアイテムですね。まあ中にはですね、もう知ってるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、商品名はインディゴスウェットハーフジッププルオーバーカッコ長袖になります。カラーはですね、まあ2色あるんですが、薄い方と濃い方なんですけども、今回僕が購入したのは67番の濃い方のブルーになります。金額は3990円ということで、まあ相変わらずユニクロらしいですね、コストパフォーマンスを高いですね、価格帯になっています。まあ見ていただくとわかる 通り僕が普段ご紹介するような丸首のニットだとかシンプルなシャツに比べるとトレンド感のあるアイテムなんですねこのようなハーフジップ式のプルオーバーというのはここ数年ですねまあ、主に10代20代のような若い世代の間でトレンドになっていまして着ている方も増えているかなと思います一方で僕ら大人世代からするとこのようなプルオーバータイプってちょっと懐かしさがあったりだとかなんかそんなにかっこいいイメージがないんだよなという方 少なくななくいかなと思うんですね僕自身も数年前にこのようなハーフジップのプルオーバーがじわりじわりとですね、流行り始めた時は違和感があったんですけども、 これもですね、見慣れるかどうかの問題で、まあ、数年経つと僕の中でも徐々にきたいなという気分が高まってきたわけなんですね。ユニクロも最近はこのようなトレンドアイテム、徐々に力を入れていまして、元々はこういったものって、どっちかというと GU 案件だと思うんですね。まあ、ユニクロというと定番的なもの、ベーシックなものが多いので、あんまりこのようなアイテムをやるイメージがなかったんですが、最近はトレンド的なものが増えていまして、例えば最近ボトムスで言うと、 タックワイドパンツですね。ユニコーで言うと感動パンツだとかスマートアンクルパンツのような細身だったりちょいゆるぐらいのものが多かったんですが、ここに来てワイドパンツが出たりだとか、徐々にですね、トレンド感のあるものが増えてきてる印象なんですが、その流れの中でこのようなハーフジップのプルオーバーもリリースされたわけなんですね。で、カラーが僕はすごく絶妙だなと思ってまして、インディゴカラーということで、僕ら世代からするとデニムだとかそういったものにはかなり慣れ親しんでる部分があるので、 ますごくトレンド感がありつつも、ちょっとですね、インディゴカラーというところで、僕ら世代にもですね、フレンドリーなアイテムかなと思うので、今回はこちらの商品を実際に着ながら、サイズ感はどうなのか、またはどのように着こなせばいいのか、このあたりをですね、徹底的に解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで実際に着てみましたが、どうでしょうかなかなかですね、良い仕上がりなんじゃないのかなと思います。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですが、今回選んだのは M サイズです。まあ最初からちょっとシルエットはゆったりめに仕上がっていまして、身幅ですね、ここもたっぷりとしていますし、肩のラインもこちらにありますので、ちょっと落ち気味になってるんですね。まあそういったところで見るとトレンド感満載な雰囲気なんですが、まあ決してこうワイドに振りすぎてないところ、 すすごくいいい点かなと思います一応ですね、一周回ってみたいなと思うんですが、まあ、正面から見ると、ハーフジップですね、ここのラインがすごく綺麗なので、まあ、どれくらいですね、開けるかどうかで全然印象は変わるので、ここは好みの位置をですね、皆さん探っていただきたいなと思うんですが、一応一番下まで下げるとこんな感じですね。まあ、全部開けて中に着ている T シャツを見せるのもありかなと思います。まあ、後ほどお見せしたいなと思うんですが、今はシンプルな白 T を合わせているわけなんですが、 これはですね、例えば、シャツだとか、そのあたりのアイテムで、少し綺麗めな雰囲気を出してあげるのも、バランスがいいかなと思います。全開けするか、個人的には、これぐらいですね、閉めた感じですかね。T シャツの見える分量も多すぎないぐらいの感じが、すごく収まりがいいかなと思います。一応全部閉めた形もお見せしますね。 ちなみに全部締めるとこんな感じです。これまたですね、重ね着の時にはなかなかバランスがいいかなと思うので、この辺りはぜひ皆さん探っていただきたいなと思います。このように襟の立ち上がりもすごく綺麗で、立ててもいいし、ちょっと寝かしてもいいし、襟の見せ方次第で全体のバランスも変わってくるので、この辺りもですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。横から見るとこんな感じですね。肩のラインが落ちてるのもわかります。後ろから見るとこんな感じです。はい、なかなか雰囲気のいいアイテムに仕上がってるかなと思っていました。 まスウェットなので程よいですね肉厚感があるんですが今の冬時期からもちろん着ていただくことができると思うんですね、まあ、これだけだとさすがに寒いんですがこの後お見せしますが重ね着の内側に入れてもらえば冬も全然使うことができるかなと思いますし春だったらこれが主役になるような着こなしもすごくいいかなと思うので結構ですね 冬、春、秋ぐらいは使えるような3シーズンアイテムだと思うので、すごく便利なアイテムなのかなと思っています。で、個人的にちょっと嬉しいのは、もう何気なく手入れてましたが、ここですね、腰の部分にポケットがついてるんですね。これは非常にありがたいですね。どうしてもトップス1枚でいると、ちょっとこう、手の収まりが良くないというか、どっかに手を突っ込みたくなるんですが、まあそういった部分もですね、しっかりとポケットをつけることで解消してくれてるんですね。ま、��、あ、から見ると、ポケットがある風には 見えななないいいいいいんでですすねサイドののの縫い目にに馴染まませるるような形でポケットがついてても非常にです、ね、使い勝手のいい点かなと思っていますそしてなんといってもこのですね、インディゴブルーのカラーがすごくいい風合いかなと思います。まあ、こちらのアイテムは2色ありまして、もうちょっと薄めのインディゴブルーもあるんですが、個人的にはちょっと濃いめのですね、クリーンな雰囲気の色合いがすごくですね、大人世代には似合いやすいのかなと思います。ネイビーのような濃いブルーにはないような、少しですね、着古した感じといいますか、 ビンテージ感のあるよううなな色合いいいがが個人人的にには大人世代にもすすごく相性がいいかなと思うんですねこのような風合いのアイテムが4000円前後で買えるというのは非常にですね、ありがたい点かなと思うので、まあ、ちょっと今っぽい雰囲気出したいなとか、もうニットだとか、そのあたりは散々買ってきてちょっと飽きたなという大人の男性にはすごく使いやすいアイテムかなと思います。まあ、ただ一点だけ注意してほしいのは、誰にでも似合うアイテムではなくて、トレンド感のあるアイテムが好きな方だとか、まあ、30代だとか、 40代前半ぐらいの方には似合いやすいかなと思うんですが、ちょっとですね、40代後半以降の方だと、合わせるのは簡単ではないかなと思うので、そのあたりだけ注意をしていただくといいかなと思います。まあ、着こなしに関しては、先ほどもお伝えしましたが、白 T を着たいだとか、下はですね、ブラック系のパンツで引き締めるという着こなし。まあ、これが一つ鉄板かなと思うんですが、何よりこのスウェットの使い方として、僕は重ね着が一番いいかなと思うんですね。実際、春にこのような着こなしだけで僕は出かけることはあんまりないかなと思って、 ましてこの上にアウターを羽織るような着こなしが一番なんか相性がいいかなと思うのでこの後ですねちょっと着替えながら着こなしのバリエーションをお見せしてみたいと思います はい、ということで着替えてみました。先ほどは内側にですね、白 T を着ていましたが、今度はですね、ちょっと見えづらくはあるんですが、内側にですね、シャツを取り入れてみました。襟型はバンドカラーで、柄はですね、ストライプ。これをですね、入れ込んで、少し襟元だとか、裾ですね、このあたりから見せることで、レイヤードを作ってあげるというスタイルも結構合わせがしやすいかなと思います。先ほどの白 T に比べると、少しだけ気の利いた着こなしに見えるかなと思うので、まあ 皆さんもシャツとの合わせしていただきたいなと思います。まあ、お手持ちの白のシャツとかでもいいと思いますし、まあ、一番合いやすいかなと思うのはストライプ柄だとか、同じブルー系のですね、無地のシャツとか、このあたりがバッチリハマりやすいかなと思うので、着こなしのバリエーションとして、この T シャツとシャツ両方を持っておくと、すごく広がりが出るかなと思います。そして、この上にですね、アウターを羽織ることで、また見え方が大きく変わるので、ちょっとですね、着替えてみたいと思います。 はい、ということで着替えていましたが、どうでしょうかだいぶ印象が変わったかなと思います。 先ほどまで着ていたこちらのインディゴカラーのですね、プルオーバー。この上にですね、先日ご紹介した GU のですね、モッツコートですね。これを着てみました。この着方が個人的には一番しっくりくるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもですね、トライをしていただきたいなと思います。プルオーバーのジップ部分はですね、全部締めてスタンドカラーのように襟を立ててあげて、今回は着るようにしています。そしてその上にですね、このようなモッツコートを着るというのは結構バランスがいいんじゃないのかなと思います。 で、プルオーバーの下から先ほど着ていたシャツがチら見えするとですね、まあ、レイヤードも感じるような着こなしが作れるので、このような感じもぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思います。そして、ボトムスも今回は変えてみたんですが、こちらのようなインディゴカラーに対して、ブラックという色合いは間違いなく合うんですね。それだけではなくて、個人的にはこの着こなしも好きなんですが、 インディゴカラーとホワイトとかオフホワイトこのような爽やかで明るい色というのはめちゃくちゃ相性がいいんですねなので今回は白系のパンツを合わせてみたわけなんですが持つコート自体がブラックで重たいのでそこに対して白パンを入れることでちょっと春らしい感じというか爽やかな雰囲気も漂うのでぜひ、まあ、このような着こなしも皆さんにはトライをしていただきたいなと思いますそして足元は旬なニューバランスですねこれを合わせれば 結構大人のトレンド感の溢れいきこなしが、ほぼ GU とユニクロだけで実現できますので、このような組み合わせもなかなかいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このようなプルオーバーは、まだ春にならないと着れないと思っている方も結構いらっしゃるかなと思うんですが、重ね着をしてあげれば冬からでも使えます。例えば今のようにモッツコートでもいいですし、あとはステンカラーコートとかバルカラーコートみたいなものの内側に持ってくると、いつもの丸首のニットとは全く違った見え方になるので、かな かなり新鮮な着こなしが実現できるかなと思います。ぜひ皆さんもですね、いつもの着こなしにマンネリを感じていたら、このプルオーバーはかなり鮮度が高い着こなしを作ってくれるので、トライをしていただきたいなというふうに思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロの新作のトップスですね。ハーフジップのですね、インディゴカラーのスウェット、こちらをご紹介しました。まあ、僕にとってもちょっと鮮度の高いアイテムだったなと思うんですね。春のトップスといえば、やっぱりなんだかんだで、シャツですとか丸首のニット、このあたりがもう大鉄板で、そればかりを着てたので、ちょっと鮮度があって、個人的には着てみてワクワクする部分があったんですね。ぜひ皆さんもですね、普段の万年化した着こなしをちょっと 変えたいなという時には、このプルオーバーかなりおすすめなので、まずは試着だけでもいいので、店頭でしてみていただければなと思っています。また皆さんなりの着方ですね、こんなコーディネートもハマりやすいですよというのがありましたら、コメント欄までどしどし書き込んでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの紹介ですね、主にセレオリーだとか、ドメスティックブランドのアイテムなんかは、 僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3、4本のオリジナルの動画と、あとはですね、週1のペースでライブ配信もやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では、文章と写真ベースで、サクッと1分程度で読めるような記事をですね、1日僕の方で2記事出していまして、その他のスタイリスト さんもだいたい2記事ぐらい出してくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができましておしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しんでいるコミュニティになるのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに